こんにちは、住吉たまきです。今日は9月22日なんですけれども、何の日か知ってますか？そう、秋分の日ですね。じゃなくって、私が言いたいのは、9月22日はもうセザンヌの新作コスメがもうめちゃくちゃたくさん出る日だったので、今日はこちらの新作コスメのスティックチークと、あとこちらのセザンヌのジェルアイライナーのバーガンディ色を買ってきたので、こちらをレビューしていきたいと思います。じゃあまずはこっちのチークからレビューしていきます。こちらの新しいのがセザンヌチークスティック01番ピーチピンクです。セザンヌといえばもちろんプチプラで600円です。今回出たこのスティックチーク以外にも同じ種類でハイライトと、あともう一個茶色い容器でシェーディングがあります。まずはもう手の方に塗っちゃいます。はい、うん、ピーチピンクっていう感じかな。すごいサラッとスルッとスッと描けました。すごい描きやすいです。あ、結構伸びます。すごいことになっちゃった。結構この辺まで伸びました。ラメも程よい感じに入ってて、色もすごい可愛い色なので、綺麗系というよりかは可愛い系に仕上がりそうです。ハイライトの方がちょっと硬いかもしれない。こっちの方が全然柔らかくてスーッと引けます。一度でこんなにつくのでめちゃくちゃ発色がいいです。二度塗りが皆さんから見て右側になります。このキャンメイクのリップ&チークジェルと結構似た感じの質感なんですけど、うん、こっちの方がスティック状だから塗りやすいです。おお、すごいこれ可愛い。はい、ちょっと塗ってみたんですけど、こういう感じです。ツヤっとしてすごい可愛いらしくなります。すごいこれ気に入りました。次はこっちのジェルアイライナーをレビューしていきます。とこのジェルアイライナーは2色あって、黒とバーガンディがあって、私はバーガンディを購入しました。このセザンヌのジェルアイライナーは500円でした。めっちゃ安いですよね。キャンメイクより安い。はい、色は一回サーッと描いた感じだとこういう感じです。ラメが少しほんのり入ってるという感じです。すごく綺麗な色だなと思います。キャンメイクのジェルアイライナーのバーガンディも持ってるんですけど、これに比べるとこっちがキャンメイクです。キャンメイクもちょっとラメ入ってるんですけど、でもキャンメイクよりはラメが少し強いかなという感じです。キャンメイクに比べるとピンクゴールド寄りのバーガンディっていう気がする。実は今日アイライナーにここ使ってるんですけど、この端っこ使ってます。今日はこのスイーツのと新しく出たスパークリングアイグロス04番っていうのをアイグロスここに塗って、でこのここにバーガンディをちょっと引いて、でインラインにブラウンのアイライナーを入れてるんですけど、やっぱねピンクとすごく合います。キャンメイクが550円で、セザンヌの方が500円で、まあ、セザンヌの方が安いんですけど、どっちか買うって言われた時に、うーん、色的に私はセザンヌの方が好きなんですが、アイライナーのバーガンディをはっきり出したいっていう人はキャンメイクの方がおすすめです。全然手に描く分には硬くないんですけど、ちょっとねここのやっぱり繊細な部分なので、目のところに描くと少し芯が硬いかなと思いました。でも全然私は大丈夫です。キャンメイクのこのバーガンディの方の芯の硬さとそんな変わらなかったです。最後にキャンメイクとこのセザンヌの方でどっちが落ちにくいかを試してみたいと思います。こっちがセザンヌでこっちがキャンメイクです。今水をつけてきたので、どっちが落ちにくいかこすってみます。え、すごくない？どっちも落ちないんだけど全然落ちない。両方落ちないんですけど、ちょっとキャンメイクの方が薄くなったかなという感じです。確かに昨日、夜中メイクしてて、でその後動画撮り終わって編集して、で4時間から5時間ぐらい経ったんですけど、セザンヌ全然落ちてなかったので、セザンヌは結構落ちにくいかなと思いました。キャンメイクも全然こすってもね落ちなかったので、キャンメイクとセザンヌ最強だなと思います。でもとりあえず、キャンメイクとセザンヌだったらセザンヌの方が水とこすれに強かったです。どっちも良かったし、どっちも安いし、どっちもコスパがいいです。発色もいいし、崩れにくいし、セザンヌってすごい、私は買ってよかったなと思いました。すごくプチプラなので試しやすいと思うので、ぜひ皆さんも気になったら試してみてください。
では今日も見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。